皆さんこんにちは、のっぺんです。ノスタルジックトレインやっていきます。よいしょ。さあ、犬の餌に毒物が仕込まれるっていう事件に村が逃げています。で、その犯人が誰なのか今探ってますね。一番怪しいのは男の子の寺崎くんか、合ってるかな、うん、あの東京から越してきた男の子。そして多くの救急車が狭い学校前に集まっている。さらにはパトカーまで到着した。投げ叫ぶ子供の声や大人の緊迫した表情。担架に乗せられた子供たちが何人もいて、救急車に乗せられては走り去っていく。何か大変なことが起こったようだ。秋野先生の姿もある。重症の子に声をかけ、幸い何ともなかったけど、不安で泣き叫ぶ子供に優しく声をかけながら青い顔で指示を出している。ひとしきり症状の重い子を乗せた救急車が走り去った後、先生は両手を胸の前に、組んで祈るように立ちすくむ。ああ、あの時ちゃんと瓶を校長先生に見せていればこんなことには。そんなつぶやきが聞こえた。それとも先生の心の声が私の中に響いたのかもしれない。じゃあこの騒ぎはあの寺島くんが起こしたってこと？彼の姿は、私は辺りを見回すのが彼の姿はその姿はない。まず動物が被害に遭って、次は人が対象になるのかも。そう近所の人が、噂していた声を思い出した。途端に犬の鳴き声。先生は顔を上げる。小さい白い犬、ぴょんぴょんと飛び跳ねて神社の上の方に先生を連れて行こうとする。彼女の犬のはずだ。何か悪いものを口にしたけど、その後無事に回復したらしい。先生は犬に導かれるまま神社の石段を登っていった。ほい、ここですな。一体何が起こっているんだ。多分みんなが食べるものに毒物が仕込まれたんだろうな。やっぱり犯人は寺島くんかな。ほい、手がかり。あれ、あったあったあった。神社の境内、下の夏霧を見渡せるベンチに子供と中年の男性。子供は寺島くんだ。そしてその後ろで二人に恐る恐る近づいていく秋野先生。二人はこの場所から下の騒ぎを当然見えていたはずだ。一体どんな気持ちで？こんなところで何をしているの？下の騒ぎは見えていたんでしょ？先生の声は震えている。二人は背中を見せたまま表情は読み取れない。教師としての義務感だろうか、恐れながらも問い続ける。本当のことを教えてよ。ねえ、あなたたちなの？こんなことをしたのは。すると中年男性が振り返る。寺島くんの背中に手を置いて慰めるようにさすっている。疑うのはやめるんだ先生。この子は随分苦労してきた。悲しいことが短い人生で常にあった。確かな証拠もなく、周りから疑われるほど悲しいことはない。あなたはそんな経験ありませんか先生。寺島くんはきっと振り返って先生を睨む。いや、少なくとも先生にはそう感じられたのだろう。あなたたちは何のことを話しているのですか？何を知っているのですか？取り乱し始めたのは先生の方だ。何か先生の抱える秘密と関係しているのだろうか。先生は首を横に振り、じりじりと後ずさる。そんな、やめて。私はただ、嫌よ。犬が激しく吠えて、先生を我に帰らせようとする。しかし、そのまま彼女は取り憑かれたように青い顔をして、後ろに後ずさって、そして神社の階段をヒールで踏み外し、悲鳴とともに下に落ちていった。私はパッと我に帰る。3人とも光景から消えて無人の夏霧が戻る。
疑われた子供と中年の男性、何かの秘密があって気が動転した先生が階段から落ちてしまった。また何かがうまく回ってない。ちょっとした何かが狂って悲劇が生まれている。私はそういう状況を救うために何かを変えないといけない。やっぱりだ。踏切の音が聞こえる。列車に乗って世界を変えよう。先生、階段から落ちちゃって、大丈夫かな。ユキコさんみたいに一命は取り留めたみたいなことないかな。それにしても先生、なんでこの町に来たんだろうね。それがいまいちまだ語られてない。で、未来を変えようと思うのだけれども、私は何も持っていない。いいのかな。何か未来を変えるアイテムを私は持ってないけど、踏切鳴ってんな。やばい、アイテム持ってないまま電車に乗るか。仕方がない。もしかしてさっきの五円玉、関係ねえな、多分関係ないな。ちょっと探りたいな。ちょっとすぐ戻ります。やっぱり何もありませんでした。マジか、手ぶらで電車乗るのか。大丈夫、私過去変えれる。はい、電車乗ります。もう犯人は寺島くんじゃないのかな。それが恐るべし疑いという意味なんだろうか。はい、バックスペースで乗車を飛ばす。よし、飛べたぞ。わ、何があったんだよ。すげえ気になるよ。さあ、早く下ろして下ろして。あ、でもいかん。このせっかちはいかんな。せっかく田舎の町に来てるんだから、のんびり行かないと。時間を持て余すんだ。さあ、開いたら、一回深呼吸しよう。はぁ、あ。もう一回。はぁ、あ、よし。はい。私は瓶を持って池の前に向かうことでした。瓶持ってましたか。そこで秋野先生は寺島くんから何か先生の秘密に言って言いふらされることを恐れ、結果的に瓶を海に流してしまった。何か列車に乗った後、世界が変わったことを見届けないと。なんだ、先生が海に流したって瓶を。じゃあ一回海の方行ってみましょうか。先生いるんですか。秋野先生、秋野先生いる。いいね。どこだどこだ。次は学校か。一体誰が犯人なんだ。そして浮浪者の男性がどう関係している。そして秋野先生の過去とは。神社かな。学校でもなかったか。あ、タブキ。また池に向かって何が変わったか確かめましょう。池か。どう変わったって私何もしてないしな。はーい。同じように先生が子供に脅される。先生は瓶を落とす。私はお願い、これを放っておかないで。勇気を出して校長先生に相談して、そう手に持った瓶に思いを込めて地面に落ちた瓶に重ねておいた。すると二つの瓶は溶けるように一つになった。先生は動揺していたけれど意を決して瓶を手に取り、学校へ向かっていった。これで何かが変わるかもしれない。
学校に行ってみよう。うーむ、よし行こう。さあこの瓶のことを校長先生に話した結果、何か未来が変わるかもしれない。どこだ、あったあった。秋野先生は校長先生に心配そうな顔で瓶を見せる。校長先生はしばらく瓶を眺めて中身を小指につけて舐めるとのんきな声で笑った。いや先生、これはよく見たら放散ですな。ほら、害虫駆除とか理科の実験なんかに使う。ラベルの何もないから勘違いしましたわ。実はね、この瓶と同じものがちょうど給湯室の近くに転がっとったんですよ。私はてっきり砂糖かなんかかと思って夜間のそばに置いておいたんです。危ない危ない、早速回収しに行きましょう。このままだと月曜のお茶の時間にうっかり子供たちが開けるなり落ちるなりしてお茶に混ぜてしまったら大変です。そんなことを話して校長先生は大笑いしている。なんで放散の瓶がその辺にあったのかはまだわからないけど、校長先生が間違えて給湯室に置いてしまったのがあの救急車騒ぎの直接の原因ということ。じゃあこれで少なくともあの事件はもう起こらないのかもしれない。先生のワンちゃんも何か間違って食べなさったとか。そうみたいなんです。でも放散でしたか。少なくとも命に別状はないようですし、よかったです。そう胸を撫で下ろした。先生は立ち去ろうとするとき、校長は背中に声をかける。そうそう秋野先生、その見合いの話なんですか。誰が言いふらしたか知りませんが、生徒の間で噂になっていることをご存知ですか。まあ言いにくいんですが、先生もいろいろ大変なようですし、甥っ子のことはなかったということで、しばらく落ち着くまで置いておきましょうね、先生。秋野先生は硬直したように立ち止まって聞いていた。校長が言い終わると振り返りもせず逃げるようにかけていってしまった。瓶の秘密を守っていった世界なら噂は広まらなかったのだろうけど、先生は港の方に向かっていったようだ。校長、お前のせいか。うわ、とんだ濡れ衣じゃん寺島くん。ごめんね、俺もちょっと疑ってたわ。だけど先生のよからぬ噂が学校に広まってしまったか。じきに町中に広がるのも時間の問題だろう。なんだろう先生、あなたは一体何をしたというのだ。さあ港の方へ行きましょう。先生早まったらいかん。あなたは若いし何より美しい。きっと輝かしい未来が待っているはずだ。先生、いたいた。はい。港の汚いコンクリートの地面に服が汚れるのも気にせず一人座っている秋野先生。そこに例の男がやってくる。やあ先生、まさか身投げなんてするつもりじゃないだろうな。秋野先生は振り返る。その顔は泣き明かしたようで、目は真っ赤に腫れていて思い詰めたような感じが伝わってくる。都会で居場所がなくなってこっちでもなくなったか。男は先生の横に腰掛ける。居場所がないくらいで悩むな。そんなのありふれたことだろう。もっともあの寺島って子も同じように悩みが深くて、特に親に捨てられた後夏霧にもいられなくなるんじゃないかって極端に恐れて、少しばかり無茶なことをしちまったみたいだわ。誰かの過去のことを言いふらすとかな。しばらく二人は波の音を聞き入るようにじっと座っていた。先生が口を開く。私はとても罪深い人間なのです。居場所がないなんて生優しいものじゃない。彼女は語り始めた。親の決めた婚約者がいたこと。相手は浪費家で年が離れ、いつも他の女の人と遊び歩いているような人だった。とてもいい婚約相手には思えなかった。嫌で嫌で仕方がなかったけど、親は厳しくて娘の言うことなんて一言も聞きはしなかった。そんな中、私は幼馴染でとても優しいある男性と恋に落ちていた。相手も私のことに惹かれていた。けど彼はすでに結婚していた。
そこも愛情のない夫婦だったようだけど。私は教師で言い名付けがいるという身でありながら、その優しい幼馴染の子を身ごもった。そんな境遇でも一瞬の希望や幸せを感じていたけど、そのことが親に分かり激怒され、そして浮気症に思えていた私の婚約相手はひどくそのことを悲観して心を病んでしまった。私も親もみんな肩身が狭くなり、周りのみんなが私を責めるような気がした。私は職場を休んで数年が過ぎて、田舎の学校で全てを新しくやり直そうとして夏霧にやってきたの。今度こそ間違いを犯すまい、私は正しくなければならない。罪深い私を相殺するように美しく生きなければいけない。ここの自然の美しさと人の素朴さを見ていると、それも可能なのかななんて思えていた。また先生は押し黙る。男がゆっくりと口を開く。あの寺島ってやつ、母親に引き取られることになったってよ。よかったな。え？母親の再婚相手が存外にいい男らしくてな、息子を引き取るらしい。この前夫婦で会いに来たんだけど、意外にも息子の方が新しい父親を気に入っちゃってな。そんなことあるもんだな。そう、それはよかった。先生は複雑な顔をする。あいつはそんなに悪いやつじゃねえよ。畑の世話も教えてたんだが、不器用だが真面目だし、たまに足や腕に傷をつけて俺の家に来ることがあった。あの悪ガキどもや犬にいじめられたのは何回もあったらしい。自分の家の畑でも何か育てたいって、少しの種と肥料、殺虫剤なんかを渡したことがあってな。放散って犬が間違って飲み込んじゃうんじゃないかって話題をチラッとあいつは出したんだ。その時は気にも留めなかったんだが、後にあの悪ガキの犬が食中毒みたいになったって聞いて、それがあいつの仕業だって聞いたらきつく怒ったさ。そしたらあいつもひどく反省しててな、もうしませんって泣いて謝ったよ。そう、じゃあ私の犬の件は、あいつが俺と校庭でスイカを食べてる時、ちょうど母親が新しい父親を連れて現れた。あいつは持ち物もほったらかしてそっちにかけていった。お前さんの犬が捨てられた瓶を見つけて間違えて舐めてしまったってことはないかな。そうですか、そうかもしれませんね。二人はまたしばらく黙って、先生が口を開く。寺島くんは居場所を見つけた。私は何とかここで居場所を見つけようと思います。自然は綺麗だし、人も思ったより悪くなさそう。そうか、好きにしな。先生、スイカが食べたくなったらうちに来てくれてもいいんだぜ。あいつの食べる分が余っちまったからな。そう言い残して男は去っていく。すっと世界が消えていく。また孤独な夏霧に戻る。けど私は先生がここに残る決断をしたことが嬉しく思えた。先生つらいなぁ。夏霧の記憶のかけら、その3、終わり。かわいそうにな先生。まあこの新しくね越してきた夏霧で幸せを見つけてほしいね。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。